漢服復興運動の支持者寒服復興運動とは、漢族の伝統的な服装である漢服を公共の場で着用して広めようとする二十一世紀に始まった中国大陸における文化運動である。十七世紀初頭、満州族が建国した新朝では、漢族は頭髪、衣服を満州族式に改めることを強制され、新朝が崩壊すると復興運動に基づく。 韓服文化が広がり、土台そのものはできたものの、内戦や戦争、文化大革命による人民服の強制、改革開放での洋服の流行などの諸事情により、20世紀は比較的大きな運動が起きることはなかった。2000年代になり、中国の高度経済成長に伴う漢族のナショナリズムの公用の後押しもあり、特に2001年当時の江沢民総書記が、 上海の APEC で披露した闘争の影響を受けて、韓服の復興は2003年から一部で提唱されるようになった。1644年に新朝が明朝に変わって大陸を支配するようになり、ソリ発益復を実行。新朝末期に中国における革命運動を進めていた孫文は、駆除脱取リコ、回復中華というスローガンを掲げて、侵害革命を進めた。 この革命によって、新朝が崩壊すると、駆除脱トリコは、民族共生というスローガンに変わり、回復中華は20世紀になると時代遅れとされ、政治体制においてはすでに西洋的国家体制に取って変わられた。漢族の服装文化は、新朝が支配した1644年から1911年の長い期間において実質的に破壊され、 新朝が崩壊したといえども、韓服が再び定着することはなかった。中華民国成立後、韓族の間で主流となった服装は、男子は洋服、女子は満州族の旗、層を改良したチーパをであり、中華人民共和国政府成立後には人民服が交換に溢れた。ヨーロッパの研究者は、新では役人の他に、漢族の平民は民の服を着せられたが、 晩身まで大政の肝心は自ら志願して満州の服を着たと発言している。新朝の子供や僧侶や同志や婦女も民の服を着せられた。また、そり発役服を実行するのが難しいことから、新の間にも大勢の人が民の服を着たことがあり、高記念館も江南の人は民の服を着ることが多かったという。辛亥革命の間、ある地域は、 民の服を保存していた。2007年3月、中国人民政治協商会議員の楊博明と、全国人民代表大会代表の劉明アキラカが、官服の復興を提案して、初めて公的な場で議論された。ありがとうございます。